チャンネルクララをご覧の皆様、こんにちは。本日の倉山みつるが聞く天は、皆様おなじみの勝間和代さんをお招きして番組を進めたいと思います。勝間さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お久しぶりでございます。ご無沙汰してます。本日はもう超豪華ゲストということで、なんかちょっと縮んだという噂が、まあ、前後には背中が痩せました。はい、はい、相変わらず大きいですねって言われて背のことだったんですね。そうです、そうです。開口一番横ではないですよ。ああ、縦の方です。縦はへこみ、背中がへこみました。はい、はい、だからこうやって並ぶとですね、縦の高さ揃えるじゃないですか。だから2年の大きさ私と同じぐらいと勘違いするんですよ。だから、ね、講演会とか行ってですね、やたら大きさが違うということがバレるんですけど、後で、うん、そうなんですね。私が会うと意外と大きいですねってよく言われます。ですよね、うん、私いろんな人に意外と小さいですねってよく言われます。だから皆さん、これ画像を見てるのは上しか見てませんから、足の長さが全然違う。あ、どの長さも違うか、どの長さも違うんだということをご理解ください。私今座高が超低いです。そうですね、すごくだって椅子の足しますと高さが全然違うようになってますので、はい、はい、ということでですね、はい、本日はですね、あの勝間さんにお聞きしたいことがあってですね、はい、どうぞ。あの私がいる保守業界ではですね、はい、あの専業主婦が保守の正しい姿だっていうですね、だからよくわかんない言説が広まりつつあるんでですね、これはちょっと違うだろうということで、いつの時代錯誤の話をしてるんですか。いや、でも時代錯誤ってあって新しいですよ、専業主婦自体が。まあ専業主婦は戦後ですよね。そう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 、いわゆる工業化社会で。戦後民主主義が保守なのかっていうところから始めなきゃいけなくて、だってあのもともともう本当女の人が働かなくていいなんていうのは特権階級、まあ、一部の貴族階級ですよね。もともとそういう貴族階級で、戦後だんだんあの庶民がああの地主やお殿様みたいな暮らしできるようになってからの産物ですよ。あと貴族階級みんな忘れてるんですけど、彼女たちは家の切り盛りをやっていたので、うん、自分の召使であるとか、あるいは自分の時代とかその辺の管理はしてたんですよ。だからある意味家庭内従事者であって、うん、家事をしてない人ではないんですよね、うん、ですよね。そこも勘違いしてますよね、うん、ちょっとその辺詳しく、そもそも専業主婦とはどういうふうにして出てきたのかの歴史から語っていただける。まあ簡単に言いますと、いわゆる戦後になって工業化社会になって、まあ、生産性が非常に上がることによって、男性一人の稼ぎだけで、まあ、一家が食べられるぐらいの現金収入が入るようになったと、うん、その一方で、まあ、女性と男性が郊外に住むというライフスタイルが始まりまして、うん、都市化があまりにも進んだために、うん、で郊外に住んだ場合に女性が、まあ、仕事機会をある意味失ってしまったんですよね、うん、で失う中で特に核家族化が進んで、まあ、親も頼れない、だったらその子供を、まあ、家で育てるしかないといったようなある意味、まあ、否定的な流れから始まったというのが私の理解です。うん、だから時代的には1950年代ぐらい、50年代からまあ60年代ぐらい、高度成長に伴って出てきた家庭内手工業的な、まあ、産業形態が主力だったり、うん、農業が主力だったものが、うん、夫が勤め人になるというライフスタイルが始まることによって、うん、まあ、特にだったその当時高度成長でしたので給料がどんどん上がるので、うん、その中で十分に養えてしまったんですね、この家族を、うん、そうですね。でライフスタイル的にはその郊外に住むというよくわけのわからないライフスタイルが生まれてしまって、うん、その中で分断が始まったと。なるほど。やっぱり住宅と居住あの職場地域の分断が始まることによって専業主婦というのが生まれたという背景があります、うん、だから男としては仕事だけやってれば家事と育児やってくれる、そうです、超 お気楽極楽な、まあ、エルドラロみたいなもんですか、まあまあ、十分な現金収入があればという前提です、ね、ですよね。ない人は共働きですよね。ない人は共働きですで、そして、まあ、バブル期ぐらいまではこれ続くと考えていいですか。まあ、ある程度ですね、ですから子供一人育てて、まあ、大学行って卒業させるのに大体ですね、うん、5000万円ぐらいかかるわけですよ、うん、で生涯年収が正規の社員であれば 2,3 億もらえるので、うん、まあ、子供2人ぐらいだったなとかなったんですけど、うん、問題はこの正規の社員であればというところがなくなってきたということですよ。まさにバブルの崩壊ですね、はい。あるいはその5000万円がもっと高騰してるんですね今、うん、あの例えば私たちが、まあ、大学入った頃というのは国公立大学20万円ぐらいで入れたはずなんですね、うん、ちょっと前まで5万円ぐらいだったはずなんですよ、うん、ところが今普通に60万70万かかるわけです、うん、で世帯平均の年収の、まあ、中央値が420-30万ですので420-30万に対して70万かかるととてもないですよね、うん、でそうやって考えていくと、まあ、共働きという選択肢の方が、まあ、ヨーロッパなんか完全に主流ですし、日本もだんだんと、もし子供をですね、まあ、大学に入れたいんであれば学費ぐらいは少なくとも母親が稼げるような仕事、うん、あるいはできれば両方とも正社員で、まあ、子供に十分な教育を受けさせるといったような選択が暗黙の了解の中で進んでいくわけです、うん、つまりあの経済成長とか、まあ、十分な富があるからこそできたのが専業主婦
まあ、富の偏在といえば偏在なんですよね。偏在だからその時点においても地方部であるとか農村部は決して専業主婦はできませんでしたし、うん、そうですよね。そこ大事なところですね。そうなんですよ。あるいはそのいわゆる中小企業で十分な現金収入がないような勤務の過程においても専業主婦はできなかったんですよ、うん、じゃあまず大前提として専業主婦が特権階級であると、はい、いうことを前提しなきゃ、それが伝統だと言われてももう2つの間違いですよね。だから夫の方がいわゆるサラリーマンとしての収入だけで十分住宅ローンも教育費も、うん、あの家計の生活費も全部賄えるぐらいのものがあったという前提になります、うん、ということですね。でそれがバブルで崩壊するじゃないですか、まあ、ですから月額今の貨幣基準で言いますと大体だから40万か50万の手取りがあったってイメージなんですよ、うん、そうですね。そんなものはどこにあるんですかというか今デフレの時代で年収300万から120万になろうかという時代で、はい、で本当私あのなんでこの話題するかというとまさにロストジェネレーション世代の、はい、まあ、世代的にはトップランナーみたいな、ね、そんなトップランナーになりたくなかったんですけどはっきり言えば、でその状況でけあの十分にあの正社員になれなかった慣れてあの給料ないとあの結婚もできない子供なんて作れないっていう状況でそれが正しいんだと言われても困りますっていう。あの日本はやっぱり戦後の後の福祉制度の発達が、まあ、ヨーロッパアメリカに比べて1世代2世代遅いですよね、うん、アメリカから比べて1世代ヨーロッパから比べて2世代遅いので、うん、その分福祉が発達してないんですよ、うん、でその福祉が発達してない中の歪みが全部ある意味その専業主婦家庭に向かっていっていますので、ちょっとその辺の詳しい1世代2世代遅れてるって話をお願いしたいです、まあ、単純に例えば女性の参政権であるとかそもそも普通選挙の開始時期であるとか、うん、あるいはその年金資産も含めた富のいわゆる国家としての富の蓄積が弱いわけですよ、うんうん、戦後の復興から始まってますので、うん、そうするとその分だけ何か困った人を社会で救うだけの余力がないんですね、日本全体に。あ、セーフティーネットが足りない。セーフティーネットが足りない。ですね。はい。で、その場合にじゃあ誰がやってたのかと言いますと、その時にたまたま手が空いてた専業主婦が担ってきたわけですね。大家族制が崩壊する中で、たまたま専業主婦が各家族の中で発生したと。そうです。でその各家族の中で発生した主婦が例えば自分たちの両親どちらの両親でもの介護が起こった場合に介護保険とかなかった当時においてはその主婦が、まあ、自分の親か義理の親か分かりませんけど介護に向かっていく、うん、だから教育に関してもその例えば本当細かい話だけどスクールバスみたいなのが向こうは発達していて、うん、親がまあ共働きでも子供には十分な教育を受けさせられたり、ただ4時5時に帰れて塾とかに行かせることは可能なんですけども、うん、そういったような送り迎えとかも含めて全部、まあ、専業主婦の方が弁当作りから平日のその運動会のお手伝いから賄ってたということになります、うん、ちょっと素人質問なんですけど。